熱狂的 SFC 信者の生徒にはどこを併願させるべきか時々いるんですよ。いろんな大学を調べている中で、慶応義塾大学の湘南藤沢キャンパスの総合政策学部と環境情報学部を発見してしまい、もう僕私は SFC 大好き、第一志望って決めちゃう人いるんですね。もちろん SFC には良い点もいっぱいあることは百も承知です。その上で気をつけてほしいのは、この SFC 信者とも言うべき SFC 志望の受験生は実は非常に視野が狭く個性がない人がいる優秀な人もいるんですよ気をつけないとその何かの研究者とか研究会ある一種類の研究だけ見つけてあら面白いって飛びついてもう僕私ここしかダメっていうのは私は非常に危険だと思いますそういうタイプの人が SFC の AO を受けては散っていくわけですねなのでこの SFC 信者になっちゃった生徒がいる塾や高校の先生方に申し上げたいのは、落ち着けと、必ずその分野は、他の大学ではどこで学べるのかっていうのを調べた上で、それでも SFC が良いというなら、挑戦する価値があるんじゃないかなって思います。残念ながら、私、SFC、もうかれこれ、25年以上取材していて、学園祭もオープンキャンパスもあらゆる行事に行き、卒業生で社会に出てる人や、SFC の教授や、 とにかく SFC は人気高いんで、取材しまくったんですよ。なんですけれども、気をつけないと、まんまと SFC に入れても、その後やりたいことが絞り込めずてに、大学で迷子になってしまい、就職はできるんだけど、人生が迷走してる人多数、正直、成功してる人、大活躍してる人もいっぱいいるんですよ。でも気をつけないと SFC って、人生の迷路にはまってしまうんですよ。僕が言ってるんじゃないですよ。いろんな人取材してて。 というところで、危険なんですよ、SFC は。いい点もあるんですよ。危険なんです。なので、SFC 信者になっちゃった学生、受験生には、落ち着けと。総合政策学部と環境情報学部で学んでる多彩な領域っていうのは、実は他の学部でもできる。むしろ、他の学部の方が良い場合もある。それをよく理解した上で、SFC でなければいけないんだったら、AO や 一般選抜で挑戦するのはもちろん自由だしし応援しますまず総合政策学部ですね。政策デザインという分野は他の大学で言えば経済法学部社会イノベーションと経営組織も経営学部や社会学部国際戦略というのは国際計画部だったり法学部政治学科国際経済言語文化とコミュニケーションだったら文学部や社会学部総合政策学の方法論だったら経済学法学ということではっきり言えば日吉でできる。 日吉の慶應義塾大学の文学部や経済学部や小学部、そして法学部国際、失礼、法学部政治学科が、慶應義塾は地域研究とか国際政治、その世界のいろいろ情勢を学ぶっていう点でものすごく優れていると僕は思うので、慶應義塾の総合政策、SFC の総合政策分野に関して言えば、日吉をお勧めする。くれぐれも SFC が劣るとかダメって言ってないんですよ。ただ、日吉で学べない あとは別に、SFC、慶應義塾の総合政策でなくてもよくないかと。もちろん、SFC でなければいけない理由がある人は言ってください。次に、環境情報ですね。こちら、ちょっと理系色強くなってきてて、えー、先端情報システムの分野だったら、普通に理工系の大学の情報工学行けばいいじゃないですか。先端領域デザイン、デザインとかアートに力入れてるんですが、これも美術大学、芸術大学、 あとは音楽関係の学部といったところも検討してもよい。先端生命科学。生命科学は SFC の環境情報は以前から力入れてるんですが、これも医学部、薬学部、農学部、理学部、工学部を検討すべきです。くれぐれも何でもそっちの方が良いとは言ってませんよ。えー、環境デザイン。SFC 建築取れるんですけど、 建築、土木、園芸、理学、工学といった、とにかくガチ理系の学部の研究室を取材したりして、オープンキャンパスでは、例えば慶応義塾の理工とか、国立の理系ですね、あるいはその工業大学、芝浦とかね、理科大とか、そういうとこと、天秤にかけるべき、くれぐれも SFC の環境情報の方がダメとは言ってませんが、基本的に SFC は、本当の理系ではないので、 建築とか土木とか工学とか情報工学の理工系大学のような学生の実験研究設備っていうのはそれほど充実してない印象なんですね。人間環境科学、これ割と早稲田の人間科学部と被ってるんですけど、えー、情報科学、人間科学、医科学、医学、スポーツ、心理、社会学など、環境情報学部で扱ってることは総合政策以上に。 理工系の大学でそれはできるんじゃないのっていう分野が多いんですね。くれぐれも優劣は論じません。が、その SFC 一辺倒、SFC 大好き、SFC のこの研究がやりたいっていう人には、それはそれはいいんだけど、それはそれで。それはまあ、学問の取っかかりとして、あなたがやりたいことって、ガチの理工系大学、学部でできるんじゃないの少なくとも、慶應義塾の理工学部はちゃんと調べよう。 慶応の理工も栄養入試やってるし、早稲田の三理工とか、首都圏ならまあ、マーチとか四高大とか、地方の人だったら、国公立大学でこの分野で優れた大学は他にあるんじゃないのというのを、両方調べた上で、どうしても SFC がいい。他の学校も調べた上で言えるんだったら、SFC を受験するのはお勧めしていいかなという感じですね。くれぐれも SFC 信者にならない。 他の私立大学、理系大学、慶応の日吉、国公立。だって、AO 入試、SFC ぐらいしかやってなかった時代と違って、今だったら、それこそ、東大、京大から横国、筑波、電気通信、名古屋大、どこでも総合型選抜や、共通テストがない学校推薦型選抜すらあるわけで、SFC で学問に関心を持ったんだったら、国立大目指したっていいわけですよ。こういうふうに選択肢は広がってるんですね。 30年前の SFC ではありません。これをよく理解した上で、一番自分が SFC 合ってるんだっていう人が、英語入試や一般選抜で挑戦するならもちろん良いと思います。とにかく SFC に関して言えば、信者にならない。必ず他の宗派も調べる。というのが私からのアドバイスです。